はい、というわけで皆さんこんにちはではなくてこんばんはですね。今回も始まります。今回はね、この夜道をねずっと登って大五桜を見ようかなと思いますね。これね、岡山県真庭市でライトアップがあるということなんですよね。この桜のライトアップがあるということで今回行ってみようかなと思います。岡山市内からの所要時間なんですけども、おおよそ1時間40分ほどだと言われてます。で、この駐車場なんですけども、200台収納可能ということですね。はい、というわけで今日は県北マニアに来てます。マニアといえばもうこの目の前に見えるね、大五桜ライトアップしてるんですよね。日没から夜の21時までライトアップしてるということで、今日はちょっとそちらの方に行こうかなと思います。桜のシーズンで行くのは初めてですね。ちょっとね、気になるスポットでもあるんですけども、今日は歩いていきます。いやね、これ遠くから見てるんですけどね、見事な桜が咲いてますね。これもう一本の木がこれだけね立派な感じで見えるんですけど、近づいたらもっとすごいんでしょうね。いやー楽しみです。エリアなのかな。はい、で今日はこちらですね。はい、というわけで今回のこの大五桜の詳細なんですけども、岡山県の天然記念物に指定されているということで、樹齢が1000年とも言われているようですね。いやーすごいですね、1000年か。こちらに行ってみます。見事な桜が咲いてます。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。こんな感じでございますね。こちら標高が500メートルのところに咲いている桜ということですね。この地元の人からは大桜と言われているそうですね。で、こちらなんですけどもね、この大河ドラマの武蔵のロケ地にもなったということなんですよね。はい、こちらが2代目ということです。という感じでこの夜のライトアップ桜いいですね。こちらね、昼間もね、全然綺麗に見えるということなんで、ぜひ昼間も
行ってもらいたいですね。あの別のチャンネルになるんですけども、この岡山蒜山貸別荘ピーターパンチャンネルさんってのがあるんですけど、そちらでね、あのヒューマの醍醐桜をご紹介してるで、ぜひあの確認していただけたらなと思います。いろいろ開花情報とか駐車場情報、周辺スポットとかをね、あの丁寧に説明しているので、ぜひ見てください。その他ね、なんかいろいろとその蒜山に関係した内容を発信してんですよね。この発信されてる方がこの岡山県外のから岡山に移住してきた方なんですよね。ぜひ見てみてください。はい、というわけで今日も無事撮影終わりました。結構ね、車がね多いですね。多いのと、もう桜目当てに行って、まあ駐車場どこにしようっていう感じなんで、歩行者見えてないような感じでしたね。なんでね、ライトとね、夜光ダスキーつけて行くことをね、お勧めしようかなと思います。まあ、昼間のね映像はあのマニアのね、蒜山のピーターパンチャンネルさんがやってるので、ぜひ見てみてください。というわけで今日はこんな感じで終わろうかなと思います。ピーターパンスピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。